これから事業デザインと ICT 活用、健康生活デザインプログラムの発表を始めます。玉留名人になろう。基礎的な技能を確実に習得できる教材開発と題しまして、研究に取り組みました。小学校5年生から家庭科の授業が始まり、生活を豊かにするための布を用いた制作の単元で手縫いの基礎を学習します。ほとんどの生徒が裁縫道具を初めて使用し、玉留め玉結びから並縫い返し縫い等を実習で習います。しかし、その後の制作実習ではミシンを使用して作品作りを行う学校が多いことが現状で、手縫いの技能が十分身についていない児童は、繰り返し学習する機会がないまま中学校に進学することとなります。その結果、中学校の家庭分野の授業で手縫いの基礎的な技能を使った制作等を実施した際に、生徒が小学校で履修しているべき技能を身につけることができていないという現状が多く見られます。また、児童生徒が家庭科や家庭分野の授業に対して苦手意識を持つ理由として、制作実習でのつまずきが挙げられます。特に手縫いを苦手と考える児童生徒が多く、中でも玉留めがうまくできないことが苦手意識や、さらには教科の学習に対する意欲関心の肯定に影響を与えているのではないかと考えました。そこで今回の課題研究として、小学校で手縫いの基礎を学ぶ時期に、児童が個々のペースに合わせて技能を確実に習得できるような教材を開発することに取り組むこととしました。今回の課題研究では、動画教材の開発やそれを児童生徒に配信するという形での ICT 活用に加え、習熟度に合わせた課題を簡単に生徒に配信できる活用方法や、自分の学習の成果を写真で撮影して教師に提出するという活用方法、自分の考えを他者に発信するという活用方法を計画しました。これまでの手縫いの基礎の学習授業は、個々の技能の差が大きく、一人または二人の教師で指導を行うことはかなりの困難があったと思われます。基礎的な技能の習得は、闇雲に練習を重ね、身につくものではなく、理屈を理解した上で練習を積み重ね、コツをつかむことで、確実に定着させることができるのではないかと考えます。そこで、まず、玉留めお手本動画を右利き用、左利き用の両方用意しました。児童は各自の端末から何度でも見て確認することができるので、繰り返し動画を見ながら、どのようにして玉留めができるのか、理屈を理解していきます。玉留めは動画や教科書に載っている方法だけではなく、新しい方法を見つけた生徒には、その動画を撮影し、ロイロノートで共有するようにすることも考えています。生徒への課題の説明は、ロイロノートで配信し、各自のその日の成果は写真を撮って提出することで記録を残します。また、基礎がある程度定着した児童は、さらに上級テクニックに挑戦できるような発展課題を準備して、こちらもできたものを写真で撮り、ロイロノートの提出箱に入れるようにしていきます。こちらは1時間の授業の流れと授業で使用する動画となっています。この動画を見ながら、自分の手に持った針と糸を動かし、玉留めのできる理屈を理解します。こちらは右利き用の動画です。
ちらは左利き用の動画です。こちらはロイロノートで配信する課題の説明や写真です。課題1ができた児童は課題2に取り組めるように、こちらもロイロノートで配信しておきます。授業の週末には各児が作品の玉留め部分の写真を撮影し、提出箱に提出します。教師はその写真を見ることで、その日の生徒の課題の進捗状況をおおよそ把握することができます。最後に、今回研究した教材を使用することのメリットについて説明します。まず、授業開始時に手縫いの技能に差のある児童がそれぞれのペースで学習を行うことができると考えます。わからないところは何度でも繰り返し学習できることや、言葉では理解しにくい児童も、動画を見ながら自分の手を動かすことで、技能が身についていくのではないかと考えます。難易度の違う課題を準備しておくことで、基礎が身についている児童も、さらに技能を向上させることを目標に、学習に継続して取り組むことができると考えます。また、自分で教材を利用して課題に取り組める児童が増えることで、必要な児童に教師が個別の指導を行うことができると考えます。その日の課題の進捗状況は、写真で撮影し、提出させることで、教師が把握しやすくなる上、児童自身が学習を振り返ることにもつながります。さらには、自分が学習の中で見つけた方法を動画で撮影し、教師や他の児童と共有する際にも、タブレット端末を使用することが有用であると考えます。以上で発表を終わります。